音鳴るけど高くないよ、別に音。え、音高い。高くない。いや、音は高いけど。音は高く、この音は高くない。そうだね。パチーンって鳴る人いるんだよ。それはね、やっぱ素質だと思うよ。まあ。練習して鳴るの、まあまあもできないでしょ。できてて。うん、まあまあできないはずだよ。大丈夫。コツは？大丈夫。コツは、やることさ、とにかく。皆さんだからほら、こっちやってないからね、もうどっちもやってたからできるよ。はい、何やら、あ、ちょっと、ナンプラーを使ったチャーハンみたいなやつをやりますよ、これナンプラー。ナンプラちゃん、また嗅いでみますか。おぉ、プリン入れたらやばかったやつ。ああ、そうそう、これを、ナシゴレン、ナシゴレンを、ナシゴレンっていうチャーハン、ナシゴレンみたいなもんでしょ。まあ食べたことあると思うんだけどね。なあ、いや、あるね、あるある、聞いたことない。あ、いや、あるね、ちっちゃいこれあるね。あるね。はい、じゃあピーマンを細かくしてください。種はそんな、あれですよ、種はさ、食べるんだってよ、やっぱり。え、栄養価があるんだって、種。わあ、うん、どうしようかな、結構いいね、これ。じゃあ、先生3個使う、3個使っちゃう。え、先生、先生は決めよう。いいよ、どっちでもいいよ。え、お供、え、お供、はいはい、で最初はポッコラケツ、いよいよいいのよ。あ、飽きたもん、ポッコラケツ。じゃあ何、チンジャオロース豆板醤何これチンジャオロース、いいよ、じゃあ何言ってもいいよ、それに合わせるんだよ。じゃあ音言って、ナンプラー、イエーイ、あ、これ面白いかもしれない、はい、ナンプラーん、全部全部、え、種、うん、って切ったら、うん、こうやってやって縦に切って、はい、危ない、ゆっくりだよ、包丁、ここある、うん、ここそのまま取れる、このままこうやって見て、親指こう突っ込んで、突っ込む、こうやってる、ほら、おお、ね、あとこれ細かくして、じゃあ、もうそれは種取ったから、それをさらに種取る必要はないのだよ。一回やって、種取って、いやいや、こっちこっちこっち、こっちこっち、あ、こっち、これ共通のだよ。え、ちょっと、こっち、コーンは好きでしょ、ゴシューって言っちゃう、コーンは好き、トウモロコシだよ、好きだ、オッケー、あ、ちゃう、もうちゃう、おお、いいね、親指入れね、あ、まあどっちでもいい、入んない、これ細いんだって、マックみたいに、くしゃむくしゃむくしゃむ、いい、うん、いや、だって言っても元はこれ入れてるけどね、知らなきゃ何でも食べてるんだよ、だから、あ、そういうこと、うん、じゃあ入れよう、うん、また親指しか入んない、この指なんだっけ、人差し指でしょ、何言って人差し指しか入んない、え、まずこれ何指、これ人差し指、小指だ、え、薬指じゃないの、薬指は、あれ、薬指ここじゃない、あ、ここか、ここじゃない、こっちがな、こっちっていう人もいる、こっちだと思う、あ、これ、うん、ここで塗るかい、薬塗るかい、塗らないよ塗る人いるよ、どれ、わかんない、親指、親指、親指、これ親指はこうだよ、こう、こう、あ、そういうこと、うん、これだと滑るのよ、包丁さばき上手になったでしょ、うん、いいよ、そりゃそうだわ、上手になるとしてる、最近キャベツの千切りがすごく上手になってさ、俺もできる
よ。だって大人キャベツの千切りうまいもん。うまいでしょ。こんなこと歌ったらできるよ。うん、そうかい。見て、うん、ここ。ん、ダメダメ、包丁触んないで。手じゃねえよ。先生、あ、先生、今日先生もあったんじゃん。ゆうま、ゆうま、じゃあタレ作るよ。タレって、オッケー、終わり。うん、はい、砂糖、砂糖これ一杯、それで一杯で、これ一杯、スプーン一杯、それ、うん、うん、いいよ、うん、入れる、あ、あ、そう、いいか、いいよ、いいんじゃない、え、入れすぎてもいいよ、混ぜる、甘くないよ、絶対これだけ入れても甘くない。ナンプラーが、ナンプラーはどうしようか、いいっていうまで垂らしてこう、スプーンに、はい、あ、いいよ、じゃあ、はい、いいよ、なんで、いいよ、ちょっと、それで混ぜて、よく混ぜて、伸びてみていい？ちょ、指でちょんして。悪くないと思う。悪くないと思う。うん、惜しい、うん、なんかナンプラーが強いと思う。ソープラか？ソープラかじゃない。はい。じゃあ、もやしじゃなくてなんだっけそれ。フライパン。フライパン出して。大きい。どこで間違える？うん、第一ぐらい。だと思うくらい。うん。うん、いいよ。はい、そうそうそう、ボロ入れて。おぉ、焼く？うん。これがそぼろだ。うん、もう火つけて。おい。入れていいの？中火？うん？中火？うん、強火。強火？入れて。いいよ、全部入れて、バーって。おぉ、少ないね。次は何入れる？そぼろ大好き。あれか、押さえてるからいい。あ、ごめん、目玉焼きやんないと。はい、それ一回止めて。目玉焼き最初なんだ、冷めちゃうから。音割っちゃダメなんだよ。ん、こんなでよ、チャラッと、こう、ポンと。リノメ、うん、リノメ変なとこに、チャラッと、うん、チャラッと、おお、うん、セーフ、すげえリノリノすごい、およしよし、あー割れちゃったか、よし大丈夫大丈夫、どうだ、見せてくれ、うん、うん、大丈夫大丈夫、すごいでかい、なんか口みたい。はい、ピーマン入ります。飛ぶ？飛ばない飛ばない。あー、まずそんなジューってなってから混ぜ合わせるんだよ。あ、そう、そういうこと、うん、この木のベラのいいところを絶叫で喋ります。なってきたよ。もう入れるよ。少ない。はい。さあ、トウモリのチャーハンで一緒だよ。イエーフー。これだけ、ポットこれだけだよ。じゃあもうや、うん、よーく混ぜ合わせて。そしたらこれ入れる。うん。これ何チャーハン？ん？これ、これ、これナシゴレンって言ったじゃん。あ、ナシゴレン。ナンプラーチャーハン、ナンチャーハンですよ。ナンチャー。ナンチャー。うん、よーく、よーく炒めて。それだ、こうしておいて必ず落ちるから、必ずこうしないと、外から中、外から中、こうしておいてどうしても落ちるでしょ。はい、ここにもう来た。うん、え、くっついた、よし、おー、いいね。
ほら。うん。なんかオムライスみたいだね。ね。うん。これ味見ないよ。味見ないでいこう。一発勝負。うん。こっちの、ここだ。これか。うん。パパってやってごらん。パパって。よし、オッケー。おー、上手だね。あ、ちょっと焦げてるな。なんだ。ちょっと、あ、やっぱナンプラー焦げるのかな。これ調味料入れるばかり。気持ちはいいじゃない。焦げてる。気持ちいい。これも一緒じゃん。何が気持ち入れたんじゃない。しいかな。あ、じゃあ上手だよ、混ぜるのこれ。これあのお茶碗に入れてポンってやる。これはやらないね。うん。うん。パパパッパパパパパパ、なぜなら目玉焼きを乗せるから。あ、そういうこと、うん、セットがおっとく今もう入らないんだよ、その CM。 うん、まずそんなもん。昨日入ったよ。昨日入った。ほら、両手でやるとこんな感じかね。はい、結構多めに。またセットがおっとくじゃない場合。うん、そう、それ言う。オッケー。どう？これでうまく。あ、そっか。うん、襟の赤これなの？うん、いいよ。はい、ちっちゃい。襟の綺麗なのにしたの？もうだって綺麗にさ、うん、とやったの。俺も綺麗なのかよ。そしたらプチトマトを好きな分だけここにこう添えてください。2個からね。2個？2個からだよ。1個とかでやってよ。終わり。ダメダメ、形割りで見栄えが悪いでしょ。うん、じゃこれ2個。うん、これもっとやりたい。いいよ、ほんと切ってやった方が今いいわ。え、こうやってたい、うん、あー、いいよいいよ、どうでこのままマヨネーズとかなしだからね。わかるよ、いいなし、これだけに。今とどうマヨネーズとかなしだよ、それ。うん、なしごれんだけにね。なしで食べてるよ。なしだ監督。誰それ。オッケー。なしだ監督、楽天の募集もらったでしょ。あー、そんな食べるの。これ肛門見せちゃダメなのよ。え、トマトの肛門見せればダメ。見ていいな、うん、よかったね、よかったじゃん。あ、そんなもん、そんなもん、上手上手。うん、あっちのもん振って。はい、完成。いや、美味しそうだよ。全然ナンプラーわかんない。うん、なんかリノだけお茶の色が違う。さ、さ、味覚界の女王なんでしょ。じゃあ飲んで、ちょっと見るよ。飲んで当ててください。それ何のお茶か。まあもちろんこっちは麦茶でしょ。そうだね。うん、分かったんだけど名前が思い出せない。ちょっと苦めな。双剣。私が飲んだのは双剣。だからちょっと待って名前が思い出せないのお茶って。うん、ナンプラーの匂いはする、うん、するするする。もうでも消えてる感がある。消えてる感がある。嫌な匂いがない。さっきよりは消えてる。あ、そう。そこパラパラにはならないんだな。うん、固まってる。うん、そう。チャーハンじゃないってことです。はい、うん、ね、いいですか、じゃあ、うん、そんなトマト食べるんですか、本当に。はい、食べます。トマト好き100% で言うと好きが50。いや、トマトだよ。トマト好きじゃないとちょっとね。お願いします。いただきます。オムライスのご飯みたい。うん、あ、違う。言えばトマトいきます。あ、美味しい。うま。美味しいけど違うと思う、これ。ナシゴレンじゃない感じする。うまいね。うん、うん、コーン美味しい。な、甘い。甘いね。え、やっぱ美味しい。
もう一回作ろう。これ違うんじゃない？ナシゴレンじゃないな、これ。タケシゴレンかな、これ。え？違う？これ、新たな味だと思うんだけど、これ。うん。それ卵を崩して食べてもいいですよ、ケミ。巻くのは硬くなってないね、プルプルしてるね。うん。うん。いや、卵好きじゃない。え？卵かけない方がいい？食べてみる。あ、音ないんだ。うん、音ない。音、いいよ、うん、あ、いい、大丈夫。食べてみて。うん？君の横？うん。リノの方が固まってるじゃん。リノあまり好きじゃない。あ、固まってんだよ。ね、見て真ん中だけな、うんうん、なんかすごい甘いとこある。なんか砂糖の塊があった。ないわ。教えて。うん、おいしそう。ん？本当？美味しそう。うん。トマト、トマト二つ目いきます。なんかリンゴみたい。見てるね。なんでトマトってトマトって名付けられたの？なんでもそうでしょ、じゃあ。なんでもそうなるよ。音？二つ目いきます。うん。トマトを英語風に言うと？トマイト。おお。それをね、もっと英語風に言うとね、うんって。言えてない。そうなんですよ。変だよ。トマイト。ドミニクみたいだよ。じゃあカブトムシは？カブート。ブービートルでした。ベッター。え？そうなの？うん。あ、トマトいきます。虫歯。今時虫歯でそんな腫れる人いないでしょ。いるよ。いないいない。いるよ。いないいない。昔はいたよ、そういう子。ここまで膨れる人いる。うん、あ、次こっち。さて。痛い。そうそう、ふくふく。おいしい。おいしい。この中でコーンが一番好き。おいしい。あとは？いやいや、ご飯。え？いやいや、具材を褒めないでくださいよ。何の加工もしないじゃないですか、それ。はい、正直タイム。おいしい。うまっ。嘘でしょ。レナさん不満あるでしょ。なこれさ、違う、ナンプラーが少ない、絶対的に。おへ、ナンプラーが絶対的に少ない。やっぱりビビっちゃダメなんだと思うよ。うん、うん。まあでも子供向けナシゴレンだと思えば。不満。何？おとそぼろ少ない。いや、多いよ。おとそぼろ多いんだよ。多めのやつを選んでやったから。おとそぼろにも味ついちゃってるから、ちょっと味変わったのかもしれない。うん。うん。うん。あー！ん？え？なんかコーン食べた瞬間にトウモロコシ食べたくなった。マヨネーズ合うね、これ。うん。トウモロコシが食べたい。これも。全然食べてないもん、トウモロコシ。だってまだだもん。お腹空いてる。食べるね、マー君。じゃあ、あ、これ。じゃあ、あれ。ランキング的にリノちゃんハンとかと同類にしたらこれ何位？これが1位なの？リノちゃんハン越すの？俺は100%超えた。マー君チャーハンより越す。
そうだよね、自分のチャーハン1にも作ないの。うん、リノちゃんは普通に全部作んないんだよ、リノちゃんは。うん、うん、いいの、これは。改めてリノチャーハンとする。これたけし5連チャーハンなんだよ、ね、なんでたけし。なんじゃ、たけし5連チャーハンでしょ。なんでリノオトチャーハン。だってオトチャーハンだってなんかちょうだいよ、なんかずるいわ。キムチチだってあれでしょ、マー君はコーミペースト、リノはソンビシャンと、オトはオトはナンプラーでいいじゃん。あ、いいね、タケシチャー。前のオトチャー、これオトチャーハンだよってウェイパー使ったチャーハンやったらあまりいい顔しなかったんだよね。うん、トマト入れすぎた。でももうないじゃん。だけどトマトでいっぱいになった。もっとあればもっと食べれる。いいよ、じゃあマー君の。マー君ギブでしょ、これ。お？おっと。あと1分。あと1分です。余裕。まだまだいける。